恐れ逃げる無難に笑う、これも人生ってやつなの、こんな気持ちはどうなんだろう、なんとなく心がわびしいのはなぜ、生きてしまおう、あなたが欲しい、文字だらけの画面の中でもなくて、何気にハミングする声でもいい、できればその手を取って伝えたいね、愛してるの、それは本当なの、曖昧なんですけども、当然きついですよね。最後の方はちょっといっぱいいっぱいでしたけどね。まあその辺はノータッチでお願いいたしますということで、いやいやいや、稲葉さんのセクシーボーカル、ボイスがふんだんに堪能できる楽曲ですね。でもなんかなんだろうな、サビのとこのファルセットの盛り上がってますね、ハモリとかをなんか聞くと、ああやっぱりそのビーズとの、なんだろう、差別化じゃないですけど、ソロの雰囲気を出すためになんかいろんなことをなんか考えてらっしゃるのかなっていうふうに思いながら聞いてましたけどね。なんかきっとビーズの楽曲だったらあそこでもパーンとしたブロックコーラスが入ってるんじゃないかなとか想像したりとかね、ここで松本さんのソロが入るんだろうなとか、アレンジにしてもなんかその空気感にしてもやっぱり多少分けてきっと書かれてるんだろうなっていう気がしましたけどね。でソロ、でもそんなこともないか、
なんだ、でもビーズの時よりは、本当気持ちですけど、気持ちなんかちょっと、低い、低くか、うん、ちょっと難しいですけどね。なんだろう、もしかしたら稲葉さんが一番その歌いやすいゾーン で歌ってるらっしゃるのかなっていう気もしたりもしますよね。うん、まあ、ビーズの場合は作曲が松本さんなので、まあ、この渡された楽曲をこうどう多分稲葉さんボーカリストとして料理するかみたいなところなのかなって気はしますけど、なんかグレイのね、拓郎さんも ここはここの高さに行くことは譲れないとかいうね、のを聞いたこともあるので、ね、バンドメンバーでそんな話になったのかな。ボーカルは辛いだろうけど、どうしてもここの高さを歌ってほしいみたいなね、そういったやり方もしかしたらビーズのお二人にもあったりもするかもしれないんですよね。うん、そうだから、なんとなくそのビーズの時よりは、若干その、うん、全体的にこうグッと低く感じるんですよね、ソロの方が。うん、だからなんかその稲葉さんの、低音もものすごく響いて、かっこいい、でかっこいいので、そういうのがすごい楽しめるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、もちろんビーズにもあの低音を聞ける楽曲ってたくさんあるんですけども、やっぱりそのメジャーな曲はそのパーンと出る高音のね、イメージが強いんですけど、ソロはそういった楽しみ方もあるのかなというふうに思いましたね。うん、と僕は一番このアルバムを初めて聴いた時に、耳を凝らして聴、いてたのは稲葉さんのギタープレイもすごいかっこよくてですね、ギターってもう こんな弾かれるんだと思って、たくさん、ね、なんかちょろちょろっていう感じなのかなと思って、ほぼ全編ね弾かれてるんですよね。だからそれもすごい楽しくて、いろんな楽しみ方があるアルバムなんで、そこの2枚目じゃなかったでしたっけね。で1枚目まだ買ってなかったような気がするんで、ちょっと今度買ってみようかなと思います。シアンというアルバムに入っております。タッチ、確かシングルにもなってたはずです。間違ってたらごめんなさい。ということでありがとうございました。